この度、あっちゃんねるをご覧いただいている視聴者様、すべての皆様に、いろいろと、わた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 しながら、ご心配おかけしたこと、本当に申し訳ございませんでした。心より謝罪させていただきます。ということで、ちょっとね、あっちゃんの放った言葉で傷ついたっていう人がね、数人出てきて、で、謝罪させてもらいたく、本当に傷つけた方ごめんなさいって謝罪させてくださいって。で、あっちゃんも、できる限り配慮はしながら喋ってるけども、いろいろやってきた中で、一対一で誰かを傷つけるような配信をした記憶が一切ございません。で、その中で、もしかしたら言葉の言い回しであったり、意図して伝わらなかったこと、あとは誰かが誤解をしてコメントを書いたことによって間違った情報が一人歩きすることによって傷ついた方、他に、あっちゃんがダメだよっていうことの例えとかを出したことによって、それがまともに自分の過去と合致して傷ついた、間接的な傷、俗に言う流れ玉に当たったっていうね、傷ついた方あったらね、あっちゃんが何をしたことによって傷ついたのか教えてくださいって、一人一人謝らないといけない。だから、ね、そのあっちゃんが何をしたことによって傷つきましたかって教えてくださいっていう動画を上げたら、200件近いコメントをいただきました。皆様がね、あっちゃんねるを思ってくれて、関心を持ってくれて、コメントいただいてありがとうございます。で、その中で全てのコメントをちょっと時間かけて、なかなか早くお返事ね、早く謝罪をしないといけないのに、なかなかね、全てのコメントを読み終わらないと、お返事ができないと思ったんで、読ませていただきました。ようやく全てのコメントに目を通すことができて、200件近いコメント、ね、で、全て読ませてもらった結果、一人もそういうことで私が傷ついたって言ってくれた人がいてなかった。だから今回謝罪させてもらうことは、この件やそういうことによって、視聴者さんの大切な時間を奪い、その時間を本当に傷ついたんか傷ついてないかっていう人が出てこなかったってことは、実際あっちゃんが傷つけた人はいてないのかなと、そういうね、未確定な情報に振り回したことについて謝罪させていただきます。実際あっちゃんが誰か一人を傷つけたっていうのが出てきてない限り、謝罪のしようがないんで、はい、だから周りが悪いと思ったら、そんな謝罪の仕方がないとか、早くしろ、謹慎しろ、停職3ヶ月とか書いてたり、やめろとか書いてたけど、ほら、これがね、インターネットの闇であって、あっちゃんはそういう人は出てくるのは想定内でした。でも一人か二人はやっぱり傷ついた、こういうことで傷ついたって言ってくれるだろうと思ったけど、誰一人出なかった。おそらく本当に傷ついた人は離れて、もう今見てくれてないかもわからない。でももうそういう人には謝罪のしようがないのね。で、謝罪だけじゃなく、当時の経緯を話すと、お互いのね、経緯を話すと、お互いの、取り違いやったり勘違いやと思います。あっちゃんは人を傷つけることをしてないはずです。で、これで傷ついたっていうのは何らかしら違うところに原因がある。だからその原因を探らないといけないんで、謝罪させてほしいって、もしあっちゃんが傷つけたやったら、どういうことで、いつとか大体のことでいい、分かればどういう経緯でこうなったのかって調べることはできるけど、全くね、見当がつかないものに謝ることはできない。嘘の謝りはできるよ。ごめんなさいって誰でも言う、口でごめんなさいっていう一言言うぐらい簡単なの。でも本当に心から申し訳ございませんでしたって言えるのは、自分がどうやって人を傷つけたか、過去にね、一人あっちゃんの不用意な発言で傷つけた方がいました。その人は怒りのお電話をいただきました。過去にね、その時に
その人とは2時間近くお話しさせてもらって、もう2年ぐらい前かな、でお電話させてもらって、もともとファンの人ですごく応援してくれてた人だけど、あっちゃんのその人に対してじゃないね、一般論みたいな感じで言った話で傷ついた人がいてて、でその人が怒りの電話をくれて、あっちゃんは流れ玉、その人にぶち当てたんじゃなく、一般論としてこういう考え方をするより前一歩踏み出して歩こうよっていう話が刺さったみたいで傷つかれた、すごい怒られてた。その話を聞いた時に、あっちゃんはこの世の中を良くしたいために言った言葉ね、とある被害者の方やってんけど、その被害者の感情を持ち続けてても、恨みだけ持ってても何も始まらへんから一歩踏み出せっていう動画を見た時に傷つかれて、その電話をさせてもらった時に自然と涙がこぼれた。何かっていうと、その人の経緯を思い浮かべて、ね、その事件に巻き込まれたことを言うと、もういても立ってもいられない涙が出た。本当に心から謝罪させてもらって、でそのことを言ったこととか言い訳も何もなしに、本当に傷つけたことに対して謝罪させてもらった。それがほんまの謝罪やと思うね。傷つけたかどうかわからん人にごめんなさいは誰でも言える。だからアンチでもね、アンチが暴言吐いてきて、その暴言はダメだよって、あっちゃんだけで他の人も刺さるんだよ、すいませんごめんなさいって書いたのにまた同じことをする人がいてる。それと一緒で、口だけで謝ったら同じ過ちは起こす。でも本当に心から謝罪をすると同じ過ちは起こさなくなる。なんでかって言ったら、そこはやったらダメなこととして心に刻まれるからね。だ思って謝罪させてくださいっていう動画を上げたら、もう謝罪したい人になってんねんね。そうじゃない、謝罪はする気はない、悪いことしてない人には。で本当に傷つけた人にだけ心からの謝罪をしたかった。で今回心から謝罪をしたい人は、こういうことで振り回したり、こういうことによって、心配していただいた方、こういうことによってそういう動画を出してしまわないといけない、その動画を見て時間を無駄に過ごしてくれた方に謝罪をさせていただきました今回。だからあっちゃんが言ったことで傷ついたっていう嘘をついた周りの人間でとか、傷ついた人がいてるっていうデマを流して右に習えした人たちには謝るどころか逆に謝罪をしてほしいぐらいのことです。それぐらいアンチっていうのは卑劣な行為をしてますね。アンチやから言うて何でもかんでも正義者ぶって正論ぶつけて正しいわけじゃない。正論っていうのは本当に正しいことをしてる人間が言えるけど、そういうね反社会的な行動をしている人が、いくら正論言っても正論じゃない。そこを分かってない正論者が大嫌いなあっちゃんでした。今回の謝罪動画は、こういうことによって本当に心を、痛めてくれて、あっちゃんを心配してくれた、あっちゃんのことを本当に応援してくれてるファンの皆様に対する謝罪動画でした。本当に申し訳ございませんでした。これからもあっちゃんねる、アンチの暴言やら、反社会的な言葉に屈せず、でその人たちが悪いんじゃない、アンチっていうのは人の意見や人のことに反発したり誹謗中傷しないと生きていけない、この世の中が悪い、この世の中を良くするためにインターネットだから YouTube だから SNS だからアンチが疲れて当然、アンチして当然っていうバカな考え方を正さないといけない、そういう活動にもっと一生懸命になっていて、昨日も裏チャンネルでアンチ撲滅委員会やって笑っててんけども、そのアンチ撲滅委員会、そのアンチの人撲滅委員会じゃなく、アンチをする心撲滅委員会をやっていきたいと思います。だから、あっちゃんファンの皆様、アンチコメントにぶら下がって反論してくれてありがとうございます。で言葉遣いをやっぱりもう少し考えて、相手を同じ高さで鏡を立てること、大事なんです。大事やけど相手より下になっちゃダメです。死ねとかキモいとかはやめましょう。だから相手の心に響く言葉で反論してください。でアンチが自分がやった行為が罪であって
愚かな行為やっていうことが気づいてくれて、で、あ、まずいことした、ひどいことしてるわ、これやっちゃダメやわ、子供の前で自分がやった行為胸張って、うちのお母さんはお父さんはあなた見てなさい、何々くん何々ちゃん見てなさい、今からインターネットで、ね、この人をディスるから、この人を叩くから、あなたも真似してしなさいって本当に教育できるでしょうか。そこを考えてやってもらえたら、くだらないアンチは減ると思うんです。はい、だからそういうね、アンチをすることによって何がいいのかわからない。でもダメなこと、アンチされた人間が心を病まして自ら命を絶つ行為、今この時代増えてるんです。それを一人でも減らしたい。だから心がすさんでくる、すさんでくるからアンチ側に回る人がいてる。そんな人結構いてます。自分で動画出してアンチ来るなって、アンチふざけんな、なんやねんとか言ってる動画出してるのに、人のところに来てアンチをしてる人がいてる。はい、そういうね、あのくだらない人間になってしまう、うん、まだそうやってやってくるだけまだマシか、病んでしまって自分の命を絶つなんて最悪な行為に至ってしまわないようにね、アンチっていうのは害悪です。この世の中にアンチが存在すること自体がおかしいんです。だからアンチの人間が存在するんじゃなく、アンチをしてた人でも心を入れ替えて人を応援するっていうことだ。そのアンチした人を応援しろとは言わない。応援する人を見つけて応援して、アンチするっていう馬鹿げた行為をやめてください。それがインターネットを楽しむ一つの技やと思います。はい、ということで今日のあっちゃんは、あっちゃんファンの皆様、本当に時間無駄に費やしたり、一緒に楽しみたかったのに楽しめなくなったこのあっちゃんの配信について、申し訳ございませんでした。本当にこれからもよろしくお願いします。